豊川市教育委員会によりますと、先月25日、市内で開催されるマラソン大会の取引業者から、代金が支払われていないと連絡がありました。教育委員会が調べたところ、2つのマラソン大会の運営資金などが入っていた、合わせて4つの口座の通帳などが、保管してあったロッカーからなくなっていて、およそ545万円が使途不明となっていることが分かりました。口座を管理していたのは30代の男性職員で、先月26日から無断欠勤しているということです。市は警察に行方不明届と被害届を提出していて、警察は今後窃盗の容疑で調べを進める方針です。